どんぐり FM。 どうもなるみです。どうもなつめぐです。いやー、師走ですね。師走ですね。お師匠さんが走っております、どんぐり FM。 はい、なんか師走はどうすか、忙しいすか。まあ変わらずですね。てか今年はなんかちょっともうめちゃくちゃすぎてよくわかんない。そうだよね。うん、わかんないね、どうなるかがね。うん、忘年会もやんのかやんないのかよくわかんないっていうチューブラリンがたくさんあるし。そうなんすよ。うん、まあなんかどうするみたいな話をいろんな人としてるけど、お便りが来てますので、はい、読んでみますね。神奈川県お住まいのラジオネーム三輪太郎さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは、いつも楽しく拝聴しております。突然ですが、この人のおすすめはマジで間違いない的な、お二人の中でキュレーターとして頼りにしている人、あるいはウェブサイトがあれば教えていただきたいです。最近は情報過多のため、ネットで〇〇おすすめなど検索しても広告ばかりや幅広い層をターゲットにしていて、自分にはなんかピンとこないなど、ネットサーフィンをしているうちにすごく時間を使ってしまうように感じています。結果的に気のある人のおすすめと偏った情報が一番自分には手っ取り早いなと思っています。お二人の雰囲気、今までのおすすめも試したところ私の好きなものが多かったので、そんなお二人はさらに参考している人を知りたいです。ちなみに私はネットフリックスやドラマ、漫画などのコンテンツものは佐久間信之さんをキュレーターに、何か見たいなときは彼のおすすめをチェックしています。はい、はい、ラジオネーム宮太郎さん、ありがとうございます。ありがとうございます。なるほどね。なるほど、ありそうでなかったご質問ですね。はいはい。要は僕らがすごく信頼していて、なんか参考にしている目利きの人はいますかってことですね。うんうん、僕はまあ何人か思い浮かびますね。どんな人ですか？一人はですね、多分今のギズモードの編集長であり、同じ系列のルーミーっていうインテリアサイトの編集長もされている、ほう、知らないわ、小田和美さん、はい、っていう編集者ですね。小田さんはまあずっとそのギズモード、なんていう会社だっけ、あれなんだっけ、メディアジーン、あ、メディアジーンだ。ずっとメディアジーンにいて、昔からギズモードやって、で一回ギズモードを出てサイバーエージェント入ったんだよね。ほう。でサイバーに入ってなんかいろんなコンテンツ系をやって、またメディアジーンに戻り、格闘家の人？格闘家ではないわ。なんか成美さんがかつてと一緒にジム行ってたとこの人？その人もサイバーとメディア行ったり来たりする。あ、それ恩納さんじゃん。うん、恩納さんではないっすね。あ、違うんだ。小田和美さんっていう、年齢で言うと多分僕の5、6個上なのかな、ちょい上の方なんですけどね。僕結構ね、小田さんのなんだろう、 SNS の発信をちゃんとチェックして、なんか書いた記事とかを見て、これおすすめですよっていうのを試したりしますね、割と。へー、いい感じなんですか、それが自分と合う。いい感じなんですよ。あのね、いい感じのおしゃれおじさんなんですよ。はいはい。だからなんかなんだろうね、このガジェットがいいよとかもあるんだけど、ここのサンドイッチがうまかったみたいなところから、この服が良かったみたいな、うん、そういうのを割と参考にしてますね。超センスいいおじさんですね、小田和美さんっていう方は。あんまそんな表に出てきて、どうもライターの小田ですみたいな記事が書かれてない。おい、誰かを傷つけてないか、大丈夫か。なんだろう、まあそんな一般の人がめちゃめちゃ知ってるってわけじゃないと思うんですけど、うん、僕らのね、ネットメディアの業界の中では多分有名な方だと思うんですけどね、うんうん、めちゃめちゃ参考します。あともう一人ね、こちらはもしかしたら知ってる人多いかもしれないですけど、梶原義景さんって知ってる？わかんないっす。あのね、もともとビームスのバイヤーなんだよね。もともとビームスのバイヤーやっていて、今は独立して自分のいろんな企画会社みたいなの立ち上げて、いろんなブランドのコラボレーションの企画をしたりとか、うん、洋服のブランドを作ったりとか、そういったファッション界の人なんですけど、めちゃめちゃご飯が美味しそうなんですよ、インスタグラムの。それ大事。大事だよね。あとね、昔さ、今もあんのかな、ブーンっていう雑誌だと覚えてる？ありましたね。今はないんじゃないか。BOOL、ブーンっていう。そうですね。今ないんじゃないかな。男の子向けのファッション誌ですよ、うん、僕がその学生の頃、中学生の頃とかって、95年6年7年とかだからさ、例えばエアマックスがめちゃめちゃ流行るとかさ、はいはい、そういった割とファッションアイテム結構盛り上がった時期だと思うんだよね、うん、だ僕もその中高生の頃雑誌を読んでて、よくああいう雑誌ってさ、真ん中の白黒ページにさ、ちょっとしたどうでもいいコラムみたいな、そうそうあるじゃん、うん、ちょっとした有名人のコラムみたいな連載あるじゃん、そこでさ、うん、その梶原義景さん毎月毎月連載していて、今月いいと思ったものをチャラチャラと書いたんだよね、うん、それがもう最高にかっこよくてね。へえ。その時代からもう子供の頃からだから20年以上、割と僕は梶原義景さんをね、追いかけてますね。でもさ、今となってみるとさ、そういう人もツイッターアカウントがあってさ、うん、インスタアカウントがあってさ、なんか遠いようで近いような感じもするしさ、うん、
一回ね、その梶原さんが僕の記事をツイートシェアしてるとかあったりして、それちょっと嬉しいですね。ちょっと嬉しい、昔の自分に教えてあげたいみたいな、そういうことですねこれはね。はいはい。しかもそれがさ、なんだっけな、サイズ屋のワインが安くてうまいみたいな記事をシェアしててさ。そういうの興味あるんだっつって。そうそうそう、ちょっと嬉しいよねっていう感じですかね。僕はその身の回りでちょっとした欲しいものとかいいものを見つけるときは、あといいお店とかは、うん、ギズモード編集長の小田和美さんとか、あとその元ビームスの梶原義景さんっていう人をね、割とウォッチしてますね。どんぐり FM。 夏目さんはそういう人はいるんですか？僕いくつかいるんですけど、でもこうすごいちゃんとむちゃくちゃ真面目なビジネス系のおすすめの人たちはたくさんいるんですけど、なんか多分そういう人じゃないなと思ってるんで、うんうん、今ここで紹介するのはいくつかパラパラ言おうとしたんですけど、一番はこれね、僕ずっと実はもう10年ぐらいじゃないかな、もっとか、すっげー昔からフォロワーをゴロゴロ変えてるのに外してないのがこの山田由美子さんっていう人で、で、へえ、山田由美子さん。で、誰かわかんないじゃないですか。僕もわかんないんですよ。けど、誰かわかんないの、うん、僕ね、この人多分ね、2007年とかからフォローしてる気がする。8年とか。もう、そういう時代のツイッターから僕、この人見てて、初めてなんか人の前で話すんですけど、うん、この人多分、リツイートがほぼ、なんだろう、コメントとかじゃなくてリツイートなんですよね。公式リツイートばっかなんです。タイムラインが公式リツイートで埋まってるわ。そうそう、この人の発言があるわけではないんだ。そう、でもね、この人のキュレーションが僕結構ちょっと好きで、ちょうどいい、自分の知らないちょうどいい距離感のものをね、はいはい、持ってきてくれるんですよ。へえ、あれっすね、このタイムラインってまさにキュレーションですよね。そう、この人の視点で読んでほしいと思ったものあるでしょうけどですもんね。そうで、この人は僕と感性が合うので、でもどこの誰か全然わかんないんですよ。僕今プロフィール見たんですけど、はい、コピーライターをしていて、ほう、一時期リクルートにいたって書いてあるから、あ、本当だ、そうなんだ、全然知らなかった。本当だ、隣席いたりしてね、分からんけど。本当だ、今僕も見た。へえ、むちゃくちゃ昔からこの人ねやってるんですよ。あ、じゃあかぶってはいないのか。そっかそっか。へえ、すごいね、いろんな賞をたくさん受賞してるすごいコピーライターの方。本当だ、しかもこのブログも2009年から書いてますよ。もうほら、そういう昔ながらな人なんだろう。でこの人のリツイートはね、結構僕、へえ、ずっと昔からかなり僕フォローって外したりいろいろしてるけど、もう残ってますね、ずっと。初めて見たな。あ、ちょっと報告していいですか。はい。この山田由美子さんから僕はフォローされてますね。マジ僕フォローされてないんだけど。すごくない？すごい。でも結構ね、近しいところをフォローしてたりするんですよね。へえ、そうなんだ。ちょっと僕も山田由美子さん今フォローしました、うん、この人はいいっすね。こういう公式 RT しかしないのにめちゃめちゃセンスがいい人っていいっすよね。いいよね。あとね、こういうポッドキャストでこうやって紹介するときにね、うん、フォロワー150万の人紹介してもしょうがないじゃないですか。確かにね。こういう、だって2000とかでしょ、多分、本当にほとんどちょっと失礼っぽいじゃないですか。いや2000とかでしょじゃないよ。いや、いいんすよ、このね、常連がみんな大好きなバーみたいな感じですよね。はいはい。いや、わかる。それぐらいがいい。いや、フォロワーって2000ぐらいがちょうどいいんすよ。それぐらいが一番面白い説。数万もいらないですよ。あるような。一番面白い。ほんとそう。食べログ 3.01 の店ですよ、その辺が。並ばずに入れる美味しい店なんです。いや、そうっすよね。うん。いやー、このね、この人のキュレーションは僕はめっちゃ好きです。面白いな。じゃあ、僕はさっき言ったギズモードの編集長の小田さん、はい、あと、もう雑誌連載の頃からめちゃめちゃフォローしている梶原義景さんという方なんですけど、はいはい。もうおじさん2人なんですけどね。夏目さんは山田由美子さんという、ずーっとツイッターのフォロー入れ替えずに取っといている人ですね。入れ替えずに、うん。そうそう。僕も今フォローしちゃいましたけども。この人たちはおすすめです。はい、ぜひね、皆さんも興味あればフォローしてみてください。